Thank you.
の出番の時だけ帰るという手もあったというのに帰らないでいてくれてるのってすごいなと思いますし、あのね、私たち特命に会えたらもう1年なんですけども、来年のね、1月15日に、活動終了が決定しておりまして、ね、悲しいね、あの今日のね、ビッグキャットがもうビッグラストになるかなと思うんですよ。で、あの私たち普段4人で活動しているので、あのマリリさんというメンバー今日は休みなんですけども、マリリさんもきっとねこのイベントに出たかったと思いますし、私たちも3人でねめちゃくちゃ不安なんですけども、あのトップアンスさんがね私たちにこのタイミングでおとりを任せてくださったということで、はい、その期待に応えられるよう今日は盛り上げていきます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。そして私たちが今初めての東名阪神ツアーに挑戦中でございます、はい、残すところあと2カ所となっておりまして、今月は11月27日東京渋谷レックスさん、はい、今日のゲストさん、ゲストじゃないわ、今日の出演者なので日本わたかさんやったりね、はい、出てくださいます。そしてツアーファイナルは12月11日神戸バリットさんとなっております。はい、こちら神戸バリットさんの詳細がですね、ただいま8時に発表されまして、はい、今日の主催のトップアスさんからノコマトさんが出演してくださることになりました、はい、ぜひツイッターなどで公開しておりますので確認していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして7月の方にもね、発表させていただいたんですけれども、私のみが12月25日をもちまして特命ミラージュを卒業させていただきます。その詳細をね、あの追ってまたツイッターでお知らせするので、よかったら確認してください。あのクリスマスなんですけれどもね、ぜひ私に時間をください。よろしくお願いします。お願いします。そしてもう一つ大事なお話もあるんですが、2023年1月15日ですね、特命ミラージュ活動終了ライブが神戸バリットさんで行われます。こちらも丸1日開けてくださるととっても嬉しいです。8年10年そうですよ、グループですので、はい、ぜひこの日は最後になりますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。お願いします。もうね、8年ぐらい活動してきて、お客さんゼロ人のところからこの大きいステージの鳥を任せてもらえることってとっても光栄なことだと思うので、今日はね、あの気持ちを込めて、次の曲も歌っていきたいと思います。それでは続いての曲聴いてください。最終列車。Thank you.
続けてればそれでやっと生きてもいいと思えたの。ここにいてほしいよと君が泣いた最終列車神戸行き、こんなに愛しいのも意味のついた、だから何も言わないんだよ。同じ手で雲みたいにいつかまた巡り合うから、
それではアンコールの曲聴いてください。レイジー。